はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、ヴァンパイアサバイバーズやっていきたいと思います。はい、我々アルカナカードすべて解放したんですけど、はい、実はこの一番最後に手に入れたロスト&ファウンドペインティング、こちらについてはちょっとね、はい、ご紹介してないということで、はい、まあ、これはあれですね、持続時間が、はい、マイナス 50% からプラス 200% 加算されるっていう、はい、感じのアルカナなんですけど、はい、まあ、はい、どうも使いづらいということで、うん、まあ、どうしようかなって考えた時に、このポピアがね、レベルごとに、はい、効果時間がプラス1されるっていうのがあるんで、さっきのアルカだと、はい、まあ、相性がいいかなということでやってみたいんですけど、はいはい、まあ、ただやるだけでもねあれなんで、うん、今日はちょっと縛ってみようかなっていうことで、はい、ポピアがソングオブマナーが初期武器なんですね、うんうん、もう初期のお供と言われてるソングオブマナーですけど、はいはい、これだけでガロタワーいけるんじゃないか、どうでしょう。うん、いけんじゃない。いけるでしょ、多分。あ、いけんじゃない。まあ、ただ火力がねちょっと低いから、うん、まあ、不安なんだけど、うん、まあ、今回はこのソングオンマナーをもうゴリゴリに強化して、でさっきのアルカナも取って、うん、であとはもうダメージ与えない武器、うん、はい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 、ほぼね、ほぼ与えない武器、まあクロックランセットと月桂樹とか、まあ、そこら辺は与えないよね、うん、あとはもうレベル1で武器取ってもうバニッシュしてやろうかなぐらいの気持ちで、3回バニッシュ使えるんで、はい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 、なので、まあ、ほぼほぼソングオンマナだけの力でクリアしてみようかなっていう企画でございます。はい、さあ始まりました。最初はまあ企画なんでね、はい、ロスト&ファウンドペインティング、ね、はい、元ネタ何なんだろうな。こちらを取っていきましょう。はい、これで持続時間が、まあ、マイナス 50% から、はい、プラス 200% になるということで、はい、お、ソングオンマナーをひたすら、あ、月桂樹取ってもいいね、あ、先に取っちゃおう。オッケー。持ってる武器はやっぱりレベルがねすぐ上がりやすいんで、長い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 、ね、ソングオンマナーをじゃあ強くしていきましょう。長かったね今ね、長い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 、これ長ければ長いほど、もしかしたらあれかい、次のやつが出るやつかい、ほうれん草いこう、とにかくソングオンマナー取っか、うん、今短いね、うん、もう別に当たっちゃっていいでしょ、おら、あ、そう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 、ケーケーチ集めていこう、おら、うん、プレイサー関係ない、ルンブレスは月桂樹でいいか、オッケーです。さあ本当もうこれだけ、うん、今回はソングオンマナだけをひたすら強くして、ね、他の武器はもうレベル1バニッシュ、レベル1バニッシュ、それでティラミス、おー、ティラミスいいじゃん、ティラミス、あとであれ取ろう、そうね、あとでアウェイク取ろう、アウェイク取って死んで、そうね、11分アウェイク狙って、攻撃力が上がって、またソングオンマナの、ね、うわー今もったいない、ひよ、何ひより、うん、そう、結構ひよっちゃうよね、何ひより今の連想で、はい、うんうんうん、全然ここはね当たってね平気ですからね、敵のダメージもね低いんでね、うん、結構残りが今多分長い時間やっぱねあるね、これある、長い時は長いよやっぱり、ほら、まあ、今のどこのことだ、光り続けてるね、今消えた。でソングが関係するのが、まあ、スペルバインダー欲しいね、バインダー欲しい、スペルバインダーは欲しい、空白の書欲しい、そうね、お、あと斧、あ、ロウソクか、スコールか、あ、スコールか、うーん、今回、ね、パッシブスカルをつけてないんですけど、まあ、でも進化するしな、そうね、進化武器だし、まあ、今回つけましょうか、つけとくか、はい、はい、OK です。さあじゃあスカルこれ50% になるってことだ ね、 そうですね、さあスカル 50% ソングオブマラだけで果たしてクリアできるのか、まあ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 、あ、ニンニクバニッシュしてもいい、そうね、ニンニクバニッシュしちゃいましょうか、okay、早速、おら、さあ企画ものですから、そうですね、ちょっと経験値を集めちゃおう、経験値を集めつつ下に寄りたいですね、そうね、集める動きをして、必要アイテム、まだいいんじゃないか、倒せる、でも倒せるうちはって言ってるといけなくなっちゃうんだよな、まあ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 、ほうれんでいいね、オッケー、長えな、長いね、強いね、長い強い、あ、ろうそくも欲しいな、ろうそく広がるしね、うん、そ、逆にその3つぐらいなんじゃない、空白、スペルバインダー、ろうそくぐらいしか、確かに、だクロックランセット、あ、クロックランセット強いね、うん、オッケー、はい、だとしたらもうなんかホローハートとか取っちゃった方がいいのかな、アイテム、うん、でもこのあと空白、ろうそく、空白、ろうそく、スペルバインダーはいい、空白、ろうそく、生産やめとこうね、そんなに飽きないか、うん、実はそんなに飽きないから、うん、あ、まあ、ティラミスを、なんだろう、梅、スペルバインダー取る前にティラミスを、あ、消費しちゃうってパターンね、消費しちゃうから、はいはいはい、あ、そし、どうする、あー、どうしようか、確かに、ろうそくだ、取ろう、ろうそく取って、うん、難しいよね、武器埋めてからティラミスを、ティラミスの枠を開けると、アイテム
残りのアイテムが埋まんなくなっちゃうんだよね。そうだから、そういう仕様なんだよね。ちょっと持っといて、まだもまだ耐えといて、はい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 、先にティラミスを消費して、あー、そう、ね、まあまあいいね、まあ、いいんじゃない、うん、あー、それでもいいね。うわ長っ。でもバニッシュしたからね。そうそう、長いの、ずっとすごいな。多分二重発動すると思う。あー、もう三重発動ぐらいまでいくんじゃないの、うん、そこまでいかない。だから欲しいんだよね。欲しいね。空白があれば確定で三重発動までいくと思うんだけど、空白まで取れるかしら。さあ三重発動までしたら、攻撃力が弱いと言われてるソングオバーナ、さすがにもう敵もたまったもんじゃないと。だってほらほら、これ二重発動はしてるね。やばいやばい、これすごいね。もう早速してるね。キラキラピラーがすごいわ。揃ってますね、キラキラピラー。さあ赤い骨、こいつらどうだ、美味しくねえか。あ、でも宝箱を落とした、もらっておこう、うん、はい。ほうれん草が上がってさらに火力が上がると。まあティラミス蘇生考える場合はどうだろう、宝箱を取んない方がいいかもしれない。あー、なるほどね。バニッシュしてる関係上多分武器逃げらんないんだよな。はいはいはい、そうかそうか、あんまり取りすぎてもよくねえのか。じゃあ今回はあえて宝箱を無視するということで。あ、出た保険をかけさせていただいて。先に言い訳しといてな。そうですね、うん、絶対見逃す。なんかショックだったもん俺、なんかその宝箱を絶対俺見とくわって言った次の瞬間見逃してて、腐って言われてて、なんかねえだろうと思った、ね、見逃してた。あれと思った。見えねえもんなんだあれ。びっくりした。でも俺修正されると思うよあれ。もっとね、まばゆい光になって、わかりやすく、つってそうなると思うんだ。だつって、うん、あれは ね、無理だよ、見えねえよ、見づらい。うん、本当に分かんなくてびっくりしちゃった。とても思います。そんなことあると思う。あ、月桂樹でいいんじゃないかな。しかし空白待ちかな。そうだね、空白必要。武器は何を取るかない。まあ何でもいい。な、1レベル1バニッシュするんだったら何でもいい。お、早速ソングオーマナがレベル9になりましたね。オッケー、これは強いよ。おお。あれ？キラキラピラーが常に光り続けてしまった、もしかしてこいつ。まあ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 。まだね。さすがに。まあ5分時点でレベル20って実はこれやばい。やばいよね。5分前。うん。実はね。実はやばい。やっぱもう。わかるよね。序盤の武器だなこれ。序盤の武器マジで。これがこの今一撃倒せるやつらだからね。うん、最後まで耐えられるのか。魔法連だな。すえ。なウェイクティラミスをいかに生かすかだな、これ。生かすか殺すかって感じ。そうだ、11分でアウェイク取って、そう、ジッパーアウェイクからのティラミス、もう5回自殺な。5回自殺。うん、そう。でも5回自殺しちゃって最後それで失敗したら嫌だよなっていうのもあるんだな。まあね、そうね。でもまあそこで失敗するんだったらもう元から無理だったという感じだから。まあそうだね、確かに確かに。じゃあ一応11分でアウェイク取って5回自殺する流れでいこう。オッケー。その予定でいきます。オッケー。はい。でそうすると武器枠が1個開けておきたい。開けておきたいのと、アイテムに1個余裕ができるって感じか。どうしようかな。そうなんだよね。別にアイテム1個余裕できてもって感じか。そうなんだよね。じゃあ、あんま気にしなくていいか。うん、ホローハートか、リジェネが取れるよってぐらいだと思うんだよな。アーマーとかね。あ、そっか、アーマーはまあ、ちょっと嬉しいか。うん、まあ、でもまあ、とりあえず空白待ちで、うん。空白待ちしてもらって。さあ、流しそうめんゾーン。これなんで今ストップしたんだ、あいつ。なんか急に止まってないやつね。うん、怖いね。これなんで今ストップ。どこ今度今、あ、クロックラッサー忘れてたわ。あ、忘れてた。さあ、ろうそく取って宝箱は放置。あ、まあ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 、ランセット月桂樹取っちゃうとなんか、まあそれだけでクリアできるってのはあるけど、まあまあまあ、こうダメージをどんだけ出るかっていうところでもあるんで。確かに確かに確かに。これどうです、どんぐらいダメージ出ると思います。いやー、2.8M ぐらいですかね。そんなんでクリアできるかいね。2.8M で。でも、万内は進化するんでしょ。そう、万内は進化するから、あ、まあでも、やっぱクリア、これだけでクリアとなると、やっぱり。あれ、この赤倒せてんの強くねえか。いや、強い強い強い。え、この赤って倒せたっけ、こんなに。まあ、倒せない。普段絶対倒せない。え、そうだよね。うん、この赤、そんな倒せるやつじゃないよね。まあ、もうレベルマックスだからね。でもやっぱ。ろうそく上げて、なんか強くね。あ、でも逆にこれ以上逆にこれ以上上がんないかな。まあまあ、まあ、まだウェイクは残してるし、うん、空白の書もあるんだよ。レダだったらこれ100出るからね、一撃ね。あ、前回のレダ、ね、うん、でももう70近いぜ。80は出てないか。あれ、うん、そんなの実は強くない。強い。序盤だけと言われてた時代は終わったか。ワンチャンあるで、やっぱこの武器。うん、あ、強い。これいつもこの赤に困るんだよな。そう、結構困るよね。赤忍者な、赤にデュラハンみたいなやつな。デュラハンに困るし、
いや強くねえか。あれ強くねえか。今んとこクソ強いっすね。クソ強いよね。あ、今んとこやべえよこれ。今んとこ、あ、このあれ、あ、やれますね。これ強いよな。バイキンマンもやれちゃう。バイキンマンやれちゃうのやばくね。バイキンマンでも2発かな。あ、2発だね。そう、2発だけど、でもこれずっと出っ放しだから、もう2回ヒットはしてる、ね、するから確定するもんね。あれ、まあ、全然強いっすねこれ。あ、そろそろなんか適当なやつ、内場にしてもいいかも。ない、一回取ってバニッシュな。そうね。あ、一回じゃあナイフ内場に。オッケー。内場に、対場にみたいだね。対場に早く見たいな。対場にって何あれ？俺はあの歌しか知らないんだけど。ああ、歌しか知らない、ね。ユニットのスクエアガーデンの歌しか知らないんだけど。あれは何期までやってるものなの？ああ、まだ1期だよ。10年前に1期やって、今回今ネットフリかなんかで2期やってるんだけど、ネットフリちょっと見る気ないので、あ、そうなんだ。地上波待ちです、私は。あれすごいよね、いろんな企業のさ、そう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 、ステマでもない、もう堂々とさ、ボーンってやって、そうそう、堂々とっていうか、ちゃんとあの企業がお金払ってるからね、あれ。あー、キャラクター、ちゃんとスポンサーになってる、あれ。あー、なるほどね。そうそうそう、キャラクターの一部に名前入れる代わりにお金を出してるというか、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。俺らもじゃあ出すか、次の3期の対話にキャラにさ、ケソポテト&ハネムーン、ダメかい、わかんないけど、うん、怒られるかな。シャープさんは悲しんでた。え、シャープはなんでダメ感じたの？できなかったから、そう。あ、やりたかったんだ。やりたかったのにできなかったんだ。あ、シャープ、なるほどなるほど。そう。シャープのあのツイッターの人なんかもう、うん、なんだろうな、会社の人だけどなんかちょっと独立してる感じもあるじゃん。でもあんぐらいフランクな方がいいよね。そう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 。で、なんか親しみやすいというか。そう、対話に私がちょっとね、うん、その上層部にかけて回ったんですけれどもみたいな、力不足で。マジか。シャープでダメだったのか。じゃあ俺らもちょっときついかもしれない。上層部がダメ。あー、なるほど。シャープ内の上層部がダメだったんだ。そう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 。説得しきれずみたいな、悲しんでたよ、すごい。ああ、でもやっぱね、うん、で周りのなんかその何、あの企業タイプしましたってツイートにすごい羨ましい。宝箱取んない？すればよかった、ね、あ、そうか、取んなくていいのか、取ったの、びっくりした、お前裏切るのか、宝箱中に突然の裏切りな、寝返ったのか、びっくりしたぞ俺は。裏切りな、いつでも裏切るから気をつけてね。ちなみにあれですよ、ハネムーンさんは、はい、あのシャープにフォローされてますからね。あの皆さんびっくりでしょ、うん、あの大企業シャープの公式アカウントにアクアクアクやってきた、フォローされてるんで、フォローされてるんですよ、はい。あ、なんかまああれ企画というかなんかね、そう、面白いツイ、いや、なんだっけ、おすすめのフォロワーを教えてください、 あなたがフォローしているなんか人を教えてください、私もフォローしますって言ったんだよ。そうね、だからそこで俺があの、うん、すごい有名な歌い手なんですけど、うん、あのハネムーンさんって言うんですけどつってお前の URL 貼ったのね、うん、そしたら、まあ、うち あの視聴者たちも面白がってなんかいいねいいねとかしてたら、うん、フォローした、うん、びっくりした、うん、マジびっくりした。あれ仕事かなんか禁止するか、うん、okay、仕事かなんか終わってなんか見たら、うん、なんかフォローされて、まあ誰かなと思ったら、うん、シャープシャープはぁみたいな、どういうことみたいな。マジびっくりしたわ。なかなかされないからね、なかなかされない、あれびっくり、あれ武器埋まっちゃいますね、これ無理だね、そうだね、まあ、じゃあバニッシュしてる関係で無理だから、まあ、てかまあ経験しょっちゃってるもんな、そうね、てか強えんだよ普通に、強え、ね、空白取って、空白取って、だからまあティラミスは普通に失うってことでいいと思います。 OKOKOK、 一応7個目の武器として、うん、あ、7個目のアイテムとしてスペルバインダーを迎えるけど、うん、だからまあ、実質6個 OKOK、うん、了解でいいと思います。で、あの死ななくていい、 OKOK、 欲しいのは守ってるしな、そう、やっぱ 5,、うん、5回死ねる方が強え、マジで。いやー、なんだこれ。だって、あー、でも問題11分のあれか、11分のあれか、エビか、エビバタフライか、いやー、エビはさすがに、エビはさすがに無理だろうな。まあでもあいつノックバック食らうから、これノックバックあるべ、うん、確かどうだっけ、ソンゴーマナってノックバックあるの、なんか、まあ、あ、あるね、微妙にあるね、あるよね、うん、あるから多分エビノックバック、あ、取っちゃった、エビノックバック、あ、あ、すげえ、まあ、まあ、あんないよ、あ、そうだった、忘れてた、あ、ラッキー、あ、これなかなかいいんじゃない、もうじゃあもうスペルバインダー狙いに行こう、すげえ、すげえ、ダメだ、わ、副車いらない、いらない、いらないよね。一瞬あれって思っちゃったね、副車、あれ、あと欲しいのない、何、あと欲しいのは、あれないよね、逆に、あれ、まんないや、何、どうした、いらないね、いらないよね、ないよね。うん、俺もいらないと思う、これ以上、あ、アーマーでも取るか、あ、それか、うん、まあ、レベル上げてクラウン取る、あ、そう、あ、そっかそっか、持続時間伸びるからね、でもなんか自分のレベルが上がるとさ、ボスの体力がすごい増えるっていう話じゃないですか、そうだよ、どうなんだろうね、そこは、でも、うん、いっぱい持続時間欲しいな、ね、増えるよね、うん、あ、まだ取んないね、あ、危ない危ない危ない、
さあどうだ。あ、勝てねえやっぱ。まあ勝てえけど、このそうだね、ノックバックで、ノックバックでかなりやれてるから、ね、うん、バインダー取んないでね、気をつけてね。あ、大丈夫。あ、ギリギリを攻めるから俺。あ、ギリギリをこうやってこうやって。あ、王冠じゃどうする？王冠か強制か。取ってみるか、王冠じゃ。王冠取ってスペルバインダー取るか。取っちゃうか。やってみるか。はい。ちょっと王冠取るなら結構最初の方が良かった説はあるけど、まあまあいいでしょ。まあ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 、はい、こっからも得られるでしょう。どうする、どこ進む？ああ、ブレイサーどこ取りに行く？ブレイサーそうだね、一応ね、いらねえし、ああいらねえけど、この一本のナイフの速度が上がるかもしれないな。ああ、副車2本になってるわ。ああ、本当だ。もう宝箱は取っていいのか、逆にクラウンしか上がんないか、まあ、何でもいい、取ってもいい。宝箱取っちゃう、はい、お待たせしました、宝箱中の皆さん、はい、忘れてた一生覚えらんないこれ。アウェイクないですね。じゃあこれにしよっか、ハードオブファイアにしよっか。そうだ、一番左見ないもんね。うん、スラッシュ、スラッシュ関係ない。あ、回復か。いやでも回復しないもんな、回復しないも関係ないでしょ。じゃあハードオブファイアで体当たりのダメージをちょっと増やしていくか、ね、一応な、はいはい、これで当たると爆発します。当たるとそうですね、ポピアちゃん爆発、まあ、ちょっと今そう見せたいなって思うんだけど、うん、なかなか。ああスペルバインダーも、ああ月桂樹もあるしね。もういいんじゃないですか。 あ当たる、もうちょい、あ、下下下下下、あ、強いんだ、うん、あ、ね、強い。これ敵に当たれないですね。当たれないですね、残念ながらね。そういう感じですか。まあまあボスを待ちましょう。本当は今は、うん、ハートオブファイアを取ったんで敵に当たると爆発してちょっといいダメージが出るはずなんですけど、うん、だってもう爆発してるもん、こいつが爆発してるもん。あ、強え、強っ、強え、強くね、強え、これ、え、こんな強いの、ね、こんな強えんだ、すごいな。いや今だってドラゴン流しそうめん消し飛んだやん。消し飛べ。あ、当たってないね。あ、くそ、逃げやがったやつら、ね、許さねえわ。オッケーオッケーオッケー。まあタイミングがあるね、うん、確かに。お、肉も、肉いらねえわもう。そうなんだよな、すえすえ。あとなんか適当に一つ武器取ってバニッシュして、うん、あ、斧、斧でも取るか、斧を取って、あ、まあ一応炎の杖取ってバニッシュする。あ、そうする、爆発するし、せっかく、じゃあまあ申し訳程度に、申し訳程度に、じゃあ炎の杖1個取ります、うん、ります、はい、で一応爆発する。そうだよ、これで宝箱取っちゃうと2になっちゃうんでちょっと待ってくださいね。はいはい、あ、確かにそうか、そうか、さっきレベル上げてからな、うん、レベル上げてバニッシュ、バニッシュしてからな、 OK、 はいはい、いやすごいですよ。経験値今回収して試合戻って上に行ったら経験値あったよあれって思ったけど、経験値まみれっすよ。これで、禁止で、炎の杖バニッシュ、 オッケー。これでもう最弱構成ですね、ボスです。そうですね、まあちょっと爆発も見せながら、うん、ちょっと爆発が地味にダメージを出してるな。結構あれか、その空白で、ああ、おお、強い、強いね、かなり強いと思うわ。あー、クラウンも上がって、じゃあまあ下の宝箱も回収しに行きましょうか。そうね、はい、あ、入ってんのそれ。あ、クラウン、あ、クラウン上げて、バインダーを、あ、ちょっとか、上にもあったな、赤い経験値ゲット。なんかね、もう進むたびにね、うん、あ、終わったね、はい、あ、結構溜まってたね。そうするともう下の宝箱を取る必要がなくなったと、うん、まあ、じゃあ宝箱必要ない、もう必要ない、頂上を目指そう。そうですね、ああ、一番上に行きましょうか。そう、ああ、トップ・ザ・ワールド上を目指そう。さあだってもう敵に合ってないもんな。敵の形にさ、うん、敵の形に経験値が生成されていくんだよ、うん、すごいわ、うん、すえ、あららららら、あららら、強いね。あ、しかも持続時間も伸びてきたね、やっぱレベルごとに。あ、すごい、ずっと出てる。あ、ずっと出てる。20には重なってるね、とりあえず。そうね、20は確定だね、うん、あ、すごいや、これは、うん、これ強くない。あ、敵なんか、あ、うん、合わない。合わないね。うん、あ、ちょっと多くなったね。うん、でもまあ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 。あ、すごいわこれ。うん、強いね。あ、こんなことだったらパッシブのカースもつけてきてもいいレベルだったかもしれないね。やっぱそうね。うん、アイテムカースは 50% ついてるものの、これパッシブついてもまあでもまあ15分かまだ。まあまあまあまだわかんないね。確かに。これ以上俺は強くなんないからな。うん。うん、そこはちょっと心配だな。確かに。お、死ななくなったね。硬いね。さすがに硬いか。まあでもね、シュワってる。シュワってる。うん。
ダメージも全然受けてないしな、ソングオンバナの、あのこの範囲で弾幕が消えてるっぽいんだよね。あ、そういうことね。確かにこいつらそっか攻撃してくるんだっけ。そう、こいつらあの弾を投げてるんだけど、こいつらのもう目の前で弾が消えてるから。なるほどね。うん、ちょっとただいるだけになってる。ただいるだけの人になってて、なんならこのボスの接近をこう邪魔してくれてる味方なのかもしれない。ね、なるほどね。うん、確かに。つえーなーこれやばい、あこれやばいよ正直。いや、あこれやらかしてるって、これやってんね。あ、だから戻っちゃったよ。あ、別にもうコインコインコインなんてね、あ、まあまあいらないってことね、うん、あいいねこれ、これ楽だな、強っこいつらいくら出てきてもいいな。あだってこれ全部緑経験値なんでしょ。うん、たまんないわ。あ、すごいな、こいつら強っ、こいつら弱っ。でもエビデンスが来たよ。エビデンス、うん、あ、エビデンスさすがに硬いね。あ、今本体に食らって今、まあ、爆発が出たね。おー、いいね。クロックランセットのおかげでまあなんとか やれてる感じか。なるほどね、うん、あー、さすがにやっぱ硬めか。やっぱ火力は低いね。硬いね、うん、はい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 、火力低めね。どうするこれ、炎の杖の方が最終的にダメージ出てたら。いや、それいいよ。あ、それはないあ、でも食らってきて、食らってきて、ちょっと食らってきてる。いや、いいんじゃない、食らって別に。あ、まあアウェイク取ってないのか、まだ。そう、アウェイクまだ取ってないから。じゃあ21、まあ21は確実にアウェイク取れるから。そうね。でも俺アルカナ増えてったら企画やりづらいね。やりづらいよ、だってね、うん、あの2枚目のアルカナは5分の4だからね今んとこね。うん、だそれがどんどん上がっていくわけでしょ。うん、増えていくわけだから、じゃあこの構成とこの構成とこれでやりますっていう、この3枚でいきますっていうのが運になっちゃうわけだからね。そうね、リセマラすることになるもんね。大変だよね。確かに。そのじゃあアルカナバニッシュが出てくんね。アルカナバニッシュ、ね、アルカナバニッシュも出てきますよ。確かに、アルカナリロールとな、うん、アルカナリロール、アルカナバニッシュ、ああ来てくれた彼も。ああ、出た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 、ハマっちゃってるわそこに。本当だ。いや、もしくはソンゴウンバラのノックバックで永遠に階段を降りれない。あー、ぽいね、うん、一段、二段目まで足行くんだけど、ね、遅くなる効果があるから。ソンゴンマナ、実はソンゴンマナ真ん内野遅くなってノックバックしてんの。そう、遅くなってノックバックがある。あ、やばいね、やってること、うん、あ、でも三段目ぐらいまで降りてこれたね、これ、うん、あー、でも戻されちゃったね。戻されちゃったね、うん、あのままじわじわ死んでくんだから、うん、左側のエビデンス近づいてこねえな。てかこいつさ、クロックランセット耐性があるんだねっていうか。そうだね、うん、青くなんないね、うん、ほら、うん、当たってるけど、来ない。でも止まってないのに来ない、うん、死なねえいや、火力低いところ、火力低いね、出てきましたよこれ。死なねえな、うん、ボス死なねえけど誰も近づいてこない、うん、本当に。左側とか何やってんの。死んでった。なんだったの、クロックランセットで固まってるやつが邪魔で近くに寄れないんじゃない、うん、ああ、そういうこと、うん、ランセットが強い動画になんないから大丈夫かな。まあ、でもランセットはダメージ上パーティーしてるぞこれ。そうそう、粉々パーティーしてる赤い粉パーティー、うん、赤粉パー、下もだ、下も、あ、下もパーティー、下も赤粉パー、真ん中寄るぞ真ん中、そうだ、粉パ、粉パしよう、粉パ、うん、粉パしてる、ほらほら下、すげえ粉パ、粉パ、ああ、何回も殺されてる、復活して死んで、うん、粉パ始まってる、粉パこれ討伐数ドロロロロロロロ右上の討伐数ドロロロロ、討伐数すごっ、討伐数伸びすごいね、かわいそうだな。これ走ってったらどうなんだろうね、すごい伸びんじゃないの。いや、え、どうなんだ、逆に行ってみる、行ってみるか、うん、ほら、いや、すごいぞこれ。でもどっちだろうな、走る方がいいのか、それとも待って復活をこうリスポーン狩りするのがいいのか。リスポーンって1位になってんのかね。あ、どうなんだろうね。でもあの増え方、ね、どうだろう、増えてる感じはするけど。そういう感じか。さあ、エビデンスか。エビデンスちょっと硬いね、やっぱね、セカンドエビデンス、あでもあのこのタイミングの赤忍者も一撃なんだね。そうだね、やばいな。あ、ドゥルドゥルしてきた、ドゥルドゥルしてきた。エビデン、エビデン、エビデンリング、あれが欲しいな。引き寄せが経験値、ね、ゲロ逃してる、下の方にあったな、ゲロ経験値逃してる、だからちょっと欲しいんだな。そうね、じゃあ食材触りながら、そうね、食材触りながら、あの意味のないブレイサーを、あ、ラッキーっと、ラッキークローバー、本当にラッキーだな、本当に。あとブレイサーがマジで意味がないのが面白い。あ、ブレイサー、え、ある、通り過ぎてね、え、ブレイサー通り過ぎた、ちょっとマップを失礼、すげえとっくに通り過ぎてる。そんなそんなもういいよ、そんな上行ってた。いや、でもまあ宝箱3つ分あるよ。
宝箱はいらない、うん、宝箱3つ分通り過ぎてるからね、うん、ブレイサーはまああそれ入ってる、おー100いくとも、うん、これに今までの部分が全部入ってる。じゃあさらに今20ぐらい、うん、持続時間が上がったってことか、そう、ね、99、うん、さあ、okay、消えないね、消えないね、次のが出たね、30になってるね、次のが出たね、今30、うん、あ、これ、まあ、すあらら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 、すごいねすごいすごいね、でもやっぱ倒せてねえな、うん、ダメージは低い、あ、倒せてはない、頑張れクロックラーゼット、うわもう死なねー、あおあおあお、ジャクソンも来てくれたね、あおほぉ、お前のジャクソンのイメージ何まあポーポー言っとけばとりあえず OK みたいな全然知らねえ、やべやべ、知らないね、ちょっとレベル上げて芋でも食うか、芋肉肉でも食うか、なんで芋どこで出てきた今うわ全然知らねえこいつ、自分のことやん、そうポテトな、クロックランセットの位置をうまく調節していくしかないなこれな、そうな、ちょっと技術介入が入ってきたらここに来てな、あ、来た、あ、よし、ここに入ってるかどうか、入ってるかな、入ってない、ないかな、いや上だね、上ですね、取り残しですねこれね、やばいな、ちょっとアウェイクないと、あ、まあティラミス2個あるからな、そうね、最悪最悪死んでもいいし、まあやっぱこのマンナイアの速度下げるっていう効果が強いんだな、強いね、だって動かなきゃやってこないもん、そうね、うん、でも動くとやっぱ HP 半分になってしまう、うん、ゴリってやられるね、これか、これだ、これでアウェイク、あれ、あーまだだね、もっと上のやつか、もっと上か、ちょっと慎重にいくか、ブレイサーより下にあったらウケんな、ブレイサーより下のやつ、カニ、あ、カニ、いつもにカニ手が止まっちゃってるね、ねえ、オッケー、ファイヤー来た、ファイヤーありがてえ、火力が高い、やばい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 、うーわー、もうそれ食らうよ、今月経上なだけだよ、うわ上から攻撃するのまずいで、下下下下下回って下回って、おらーおらー、え、長くね、あれこれ長いわ、これ長いよね、え、長くねこれ長いえ、やっぱさ、持続時間関係あるべ、そうね、やっぱあれ元が10秒なだけなんだろうな、そうだよね、うん、長すぎるわこれ、長いよね、だって、ま、うん、え、2個目取った、取ってない取ってない、長すぎるこれ長びっくりした今ね、あ、出ないかな、やっぱな、あー、ステータスの影響を受けると赤いから、受けるよね、うん、持続時間もちゃんと影響を受けるんだな、え、どこだ、まだ、まだ、え、上にある、俺のあれかな、どこ、まだ1個上にあるけど、じゃああれだよ、あれか、あれ21分に出てたの、可能性あるね、やばくない、可能性あるっていうかそれしかないね、今でも敵倒せるモードだから、今んとこな、そう、今倒せるモード、今のうちに行って倒せるモード、いいね、気持ちいいね、倒せるモードの時、よし来い、あれかな、入ってるかな、入ってる、ここだったんだ、なるほどね、じゃあ引き返す直前出てたんだな、ね、じゃあ、okay、アウェイク一応取りましょう、なんかまあ取る前に一回死んじゃったけど、まあまあ誤差でしょう、まあまあまあ誤差、お、コカトリスボス、別に死ななくていいからね、オッケーオッケーオッケー、うん、全然普通に死ぬから今、多分、うん、クロックランセットとともに、よし、チャンスだ、オッケー、いやー26本きついな、硬いね、やっぱこいつら、進撃の巨人きつい、さすが、1個前の赤いホコリ何だったんだぐらい確かに赤いホコリ、赤いホコリ何のために1回挟んだんだ、赤いホコリ何だったんだろうな、うん、あれね、マジでね赤いホコリっていうのはお前かわいそうだろ敵も頑張ってるんですか、ゴミみたいなやつな、うん、これ止まってていいっしょ、そうだね、うん、大丈夫っしょ、うん、勝ってる勝ってる、まあ、なんとかなるか、まあ、ボスだけ、そうね、ボスだけちょっと怖いのと、うん、ボスはちょっとあるな、うん、いざとなった時のファイヤーをちょっと出しときたいかなぐらいはあるけど、うん、ああ、そういうこと、うん、持続時間長いファイヤーだ、あれだってもう起死回生のファイヤーだよあんな長えのであればやっぱ関係あったか、うん、いや、ね、長い時と短い時あるなと思ってたんだけどね、さすがに長かったよね、うん、長かった、倍近くあったと思う、そうだよね、うん、これで10秒だったらさ、人間の時間感覚信用できないよね、信じられない、俺はマジで自分が分かんないや、肉いや敵倒せないね、倒せない、だって右上の見て、ちょろ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 っつって、おお、ドゥル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 、さっきグラーって言ってたのに、あー、持続時間どんどん増えていくが、炎炎出しときたい、出ない、出ないね、うおー、この食材からアイテム全部出たらすごい楽しい なあ、楽しいね、
あれ食材の HP 増えてる、あ食材って HP 増えるんだ。そうね、だってさっき一撃だったもんね。勝て、ね、食材多分うちらのレベルが上がったからだね。あーなるほどなるほど、うん、さっきに比べて倍ぐらいになってんじゃない。ボスはなんかまあ強くなるって聞いたんだけど、雑魚敵も、いや雑魚敵も強くなってるでしょ。うわーもうすごい、やっちゃった。いや強くなったから大丈夫よ。回復肉か上にもある回復、いい回復だ。さあアウェイクで少し強くなったはずだけど、うん、まあそんな、まあ、まあでも70ボスがね、うん、3体いますねこのフィールドに、ね、ボス3体、うん、3体います、ね、これやばいよ。コカトリスマンティコはマンティコで、あ本当だ、カメラ目線、ね、カメラ目線、はい、すごいね、やっぱ倒せないとこうなってくんだな。そうね、ボスが溜まっていくね。ボス、あ1匹倒せた、1匹倒せた、オッケー。やべやべボス溜まって、やべやべ。ここってでも元々2体出るかなこいつ実は。あー確かになんか一緒に出てた気がする。でもさすがにコカトリスはそう、ね、もう倒せてなきゃいけないんだ、普段はな。だってあと1分半だよ。本当だ、すごいな。うん、実はあと1分半。うん、これね、うん、気づいたところである、はい、うん、これクロックランセットが強いだけ。もしかしたらマンナイヤいらないかもしれないというね。別にマンナイヤなくても多分いけてますね、クロックランセットで逃げ回ってれば。クロックランセットが強い。いやでもやっぱこの速度を遅くするっていう効果とちょっとノックバックがあるっていうのが、まあ、もちろんね、もちろんそれも関係あるんですけど、うん、そう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 。でも一番強い武器は何、クロックランセット、クロックランセット、そうですね、まあ、一番は譲ろう、うん、そうか。でもやっぱ結果を見て、ああそのダメージを一番出してたら誰だって話ですよ、うん、いくら出てると思うよこれ。マンナイヤ、マンナイヤとじゃあ孫悟まだ合わせて、合わせて両方の合計、合計ね、両方の合計、まあ、4M ぐらいですか、ね、お、リアルなとこ行ったなお前。普通にリアルなとこ行ったらびっくりしちゃったよ。いや 10M ぐらい出てるしょっつって、いやそんな出てねえやろって言わせてくれよ。 4M もガチじゃん。まあ、じゃあ俺 6M 6M ちょっと上振れの時の 6M にします、はい、あー受ける。だってあと10秒ぐらい終わりだよ、あ、15秒で終わりだね、うん、しれっとクリアした、ね、あでクロックランセットが強い、クロックランセットが強い。とにかく強い。はい、はい、だけどね、まあ、今回こういう企画でしたけども、どうですか。そうですね、いやあのパッシブカースをつけてもまあ良かったなっていう、うんうんうん、もう実質だって武器一つで登れちゃうってことでしょ。確かに。さあ見ましょうか。いいでしょう。じゃああなたは 4M、 4M、 私はじゃあ 6M でいきます、はい、ドン。そんな出てる。マジか、結構出てる、びっくりしちゃった今。結構出てる。結構出てんね。すごいね。まあ一応孫悟空も混ぜるって話だったから、まあ、12M は出たっていうことだな。確かにすごいね。びっくりした。俺もびっくりしちゃった。そんな出てんだ。12M 出てんなら。リアルなとこで 4M とか言ってたのに。ね、強いわ。ニンニクのニンニクの DPS 21ダメージですね。こいつだって34分いるもんな。ニンニク。あーすごいね。最初に取ったもんね。うん、まあ面白かったですね。こうやってなんか武器をなんか3つレベル1でバニッシュしちゃって一つの武器に焦点を当てるっていうのもなかなか面白いですね。はい、はい、ということで、まあ今日はあの最後のアルカナの紹介と、マンナイヤ縛りっていうことで、はい、ガロータはクリア、はい、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。